およそ10秒の自由降下したらしく、暗くておよそ900メートルでパラシュートを開きます。この CH-47 に最大で55名の人員が搭乗可能です。東日本大震災においては緊急患者輸送や孤立地域などにおける転園輸送にも活躍しました。何もし見えない眩しい。隊員の降下速度は時速およそ200キロ、新幹線並みのスピードで、バルーンに大きな風圧をかけています。ああ、本当だ。これさ、わあ、イエーイ、みんなみんな、これすごい、すごい。ただいま広場で行っています発煙は目標地点を示すことで、目標地点における風の方向や風力を確認することができます。続いて自動作効果をご覧いただきます。 CH-47 から空挺隊員が連続して降下します。この降下要領は空挺隊員が航空機から飛び出すと、およそ4秒で自動的に落下傘が開き、低空から一度に多くの隊員が連続して降下するものです。本来ですと多数の隊員が降下した地域に連続して降下するものですが、本日は降下地域の制約上、6名の隊員が降下します。これが一番怖い。絡まったらやばい。やばいよ。落ちちゃう。うん。近い感じ。わあ。左手上空。